さて、この後は夜が明けて飯を食ったら帰るわけなんですけども、まあ、キャンプは最高でしたね。ただ、まあ、ホテルはすごいダラダラしてましたけども、まあ、それはいつものことですね。さあ、帰りましょう。ね、帯広からだったらね、もうちょっと先のところに行くことができるらしいので、うん。岡田。全然ね、札幌では見に行ったこともないものがいっぱいありますね。あ、でもね、このモダ石油はね、札幌にもある。モダはね、札幌にもあるんだわ。よいしょ。とりあえず、Google のナビに従って行きましょうか。うぃー。右に曲がって、あと、このまままっすぐ行くだけで、道東道に戻れるみたいです。もう完全に、なんだろう。帰り道はね、何も言うことがないですからね。いやー、なんかね、札幌の東区もね、大体こういう道ばっかでしたからね。何にも言うことがねえんだ。さあ、見えてきました。あれが入り口ですね。右に曲がって、よいしょ。ああ、あれだ。あれやな。リアルアバターがね、アップルウォッチつけてるんでね、ポン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 鳴ってるんだけど、すげえ気になるんだ。運転中はね、そういうのは見てらんないんで、残念ながら。とりあえずは、一旦、まあ、休憩するときだけに、ちょっと確認いたしましょう。運転中にスマホを見たら捕まりますからね。ウィー、ほんと何も言うことがないんでね、こっから先はもう超スキップしまくりましょう。あのスノーピークに突入するわけですね。ただね、これ帰るだけっていうのもなんかつまんないですよね。ああ、そうだ、やりきれない川行こうか。まあ、実は言うと、ほら、一度も行ったことないんですよ、やりきれない川。由仁町と長沼町にまたがっている、やりきれない川、HTB の聖地とも言われるあの場所に行ってみましょう。初めて行きます。なんで HTB の聖地なのかっていうと、このツイートが元なんですね。彼氏やりきれないナウに使っていいよっていうあのツイートが元なんですよ。で、最近もなんか再利用してましたね、HTB。いやー、雪景色。ようやくトマトもだ。とりあえず SIM カップのところに行ったら、ちょっとナビを設定し直しましょう。ういし、休憩も挟んで、
さあ、とりあえず夕張から降りていくみたいですね。また夕張から降りるのか。また夕張か。なんかいろいろと縁があるな。今度夕張行ってみる？シューカロとか。やりきれない川か。なんかね、そんなに長い川ではないらしいんですけども、ちょっと興味がある。あの看板だけで興味があるよね。とりあえずは、この先かな？え？ユニのインターを越え、ん？まあ、いいや。はい、見えてきました。夕張インターでございます。夕張で降りましょう。高速はね、オートドライブができるんですけどもね、何の変わり映えもないからね、眠くなったりするから危険なんですよね。料金は2410円です。予想以上に高えな。やっぱり移動等度高えわ。左方向です。ここの道もね、何度通ったか。この石長樹海ロードね、よいしょ。取り締まり注意。いやー、本当に見覚えのある道。今回メロングマの住処には通らねえからな。まあちょっと気になりはしますけども、でもね、誰もいないから怖かったんだよ。北海道なんだったっけ、何館だったっけ。で、散々まっすぐ通ってって、このまままっすぐ行ったらね、長沼町に行って、マオイのどこか、こうマオイの丘まで行けるんですけども、まあそのまま北広島に行って、で終わり、札幌に着いて終わりっていうところなんですけども、ちょっと寄り道をいたしましょう。ここを、あ、右に曲がるのね。で、長沼の市街地の方に行くのかな？多分。長沼の市街地に行ったら、その通りにやりきれない川があるっていうことだ。はい、そんなわけでこちらがやりきれない川でございました。そんなに大きい川じゃなかったですね。もうちょっと幅で広い川だったよ、川のようなイメージがあったんですけども、もう護岸もされていてね、しっかりとした川、小さい川でございました。これでね、写真も撮ったんで、いろんなデザインできます。俺がやりきれないシーンも作れたりしますから、多分投稿してますけども、